半間岩尾先生です。今回ね、ご紹介することはですね、放射線切断機ですね、木材の加工に使うですね、木材加工切断機、放射線切断機というのを私がね発明しまして、私はね二十歳代から超音波診断装置とかですね、医療関係も開発研究して国からお金もらって仕事している博士なんですけど、ただ人間の博士じゃないですね、もっと上の、人間の博士大したことないんで、木材の加工でですね、XY 座標の一点だけを焼いて切断するんですね。ですから木材の真ん中だけくり抜くってことができるんですね。周りを害なくですね。糸の子だと一点の方向を全部破壊してしまいますでしょ。ね、糸の子だとね。丸くだろうとネジみたいにね、木材をカットとかですね、放射線カットですね、 XY 座標の一点だけを集中してね、周りからね、放射線でね、一点に集中してレーザーみたいなもんですから穴が開いちゃうわけですよ、一方向にね。X 線でそれをですね、周りに分散してですね、一点 XY 座標にだけレーザーを送るみたいな感じですね、放射線を送るわけですね、強力な。そうしますと一点だけ焼けまして切断されるんですね、 XY 座標がね。素粒子法もありますけどね、これは大変高価なんで、放射線じゃないでね、カットするって今医療関係ですやってますよね、一点だけに集中して、まあこれは一番いいんだけど、大変なんで、規模が大きいんで、放射線切断機ね、 XY 座標、糸も簡単なんですよ。まあ木材やら系統のね、NC と言ったらいいですかね、どんなカッティングでもできるんですね。この XY 座標の一点だけをね、くり抜くことができるんですよ。放射線、式のね、カッティング製造、NC というかね、XY 座標の一点だけをね、だから真ん中だけをくり抜くことができるわけですね、外から穴開けないで。ですから、例えばなんか木材をくり抜くにも、そうするとね、上からくり抜いて無駄木が出るわけですね、例えば餅つき機のね、餅つきを作るんだったら上から掘っていかないといけないわけですよ。それがね、XY 座標の一点だけを消去し、焼くわけですから、放射線でね。糸も簡単にね、スイッチ一つでコンピューターで指示した通り、糸も簡単に木材がカットできます。だからくり抜くことができます。で、ネジだろうと、ね、無駄なく、ね、じゃあはめぎなんかも昔からやってるような原始的な方法じゃなくなっちゃったわけですね。だから家なんかのね、材木なんか組み合わせるときに、このネジで組み合わせることが簡単にできるわけですね。ネジとしてね、くり抜けるって無駄なく、これね、放射線
カッティングっていうのを僕は発明したもんですから、もう全然自由自在ですね。だからどんなカッティングでもくり抜きでも木材を無駄なくね加工できるわけですね。それを私が発明しましてね、放射線、カッティングですね。まあこれは他にでもできるんですね。金属はちょっとダメなんですけどね、金属は大変難しいんですけれども、木材とか、そうですね、プラスチック系も平気かもしれませんしね、XY 座標の一点だけをカッティングできるんで、ね、真ん中だけね、カッティングできるわけで、切ることできるわけですよ。その一点だけで、無数にね、焼いていき、ね、カッティングができるわけですから。コンピューターでね、指示して、ね、それでカッティングさせるわけです。だからもう寸法がもうぴったり。人も簡単にね、どんなね、木材加工でも作れちゃうね。だから、もう木材も本当に加工は楽ですわね。だからもう、なんだかな、のみなんかで削ったりとかするなんて何にもないね、もう。自在ですね。だからもう、そういうことだね。今後はね、私の発明したものをちょっと紹介しようと思って。今回は、半間岩先生、私がね、紹介する、木材加工。NC ですね。真ん中をくり抜けられるっていうね、無駄なくもう完璧にね、まあそういうこと、そうだね。どうもありがとうございました。半間先生の発明でした。